今回ご紹介する練習方法はスイング軌道を確認するための練習方法になります。この練習はスイングスタートに同じ軌道でこのように戻してくるという練習になります。この時に注意していただきたいのが、バットを後ろ側に振りすぎてしまうとスイングが戻ってきませんので、ピッチャー側の開きも気にしながらスイングスタートにこのようにしっかりとトップの位置まで戻すようにしていきましょう。それでは練習していきます。Baseball 1